Lauren Lapkus. Now, here's your host, George! And his trusty sidekick, Ding Dong! ついに俺の正体を見抜いたか。まあお前ならやるとは思っていたがな。手下が運転していたトラックに名前が堂々と書いてあれば誰でも気づくだろう。いずれにしてもお前とは一度話をしたいと思っていた。話すことなんてない。町の食料全てを人質にしてそのまま済まされると思ってるのか。俺はお前と同じフォースプログラムの出身だ。脳内インプラントとマインドパワーで何だってできるさ。マインドパワーとインプラントを悪用しやがって。だがそれもここまでだ。かもな。でも全ての終わりは始まりでもある。そうだろ。正午にスプリンクルハットに来い。決着をつけようじゃないか。もういる。俺もだ。We're back on Later Tonight with George and our special guest, Lauren Lapkus. Oh, it's so great to be here. Hi, George. So, this is my first time on your show. I'm so excited. フォースを悪用するのもここまでだ。お前、俺の威力を全然分かってないな。俺はお前が思うよりずっとパワーがあるんだ。お前の力なんてお見通しだ。すっかり心の闇に支配されて、俺は最強フォースを使う権限がある。観念しろ。お手並み拝見と行こうじゃないか。行くぞ。アニマルパワー。悪が存在しなければ善だってなんだかわからないだろ。お前のロジックは相変わらず厄介だな。おかしいか。お前の歪んを見るのは久しぶりだな。そうだな。前は親友だったしな。今となっては信じられないが、フォースアカデミーでの日々は人生で一番輝いていた。希望に満ちていて無限の可能性があって、その可能性を無駄にしたんだぞ。欲のためにフォースを使うモンスターになって、ここまで町を破壊したからにはお前を連行しなきゃならない。はあ、でも今こうして一緒にいる久しぶりの再会も悪くないな。ああ、昔思い出すぜ。